この日はウクレレを弾けるようになりたいと市内外から5人が参加しました。講師を務めたのは島根県を拠点にライブ活動やウクレレの体験教室を開いているシンガーソングライターの持田洋平さんです。教室はウクレレの持ち方から始まり、弦の弾き方や弦を押さえる時の力加減など、この日初めてウクレレに触る人でもついてこられるよう優しい解説が行われました。このシュッと削れているところに人差し指の付け根を乗せます。でこの時にも手のひらは横です。横向き、この体験教室を含むイベントイバラッシーは、市内の有志の人たちで作る実行委員会が平成23年から開いています。今回は先月19日から来年1月8日まで、市内各地で音楽やものづくり、グルメ、史跡巡りなどさまざまな催しが行われています。ウクレレ体験で持田さんは、間違えたことや苦手なことではなく、できたことに目を向けるのが大切とし、みんなで演奏しだんだん上達していくこの時間を楽しみましょうと参加者に呼びかけました。演奏に慣れてきた参加者は、楽器をギターに持ち替えた持田さんと一緒にジングルベルやキラキラ星などを合奏しました。ちゃんと行動を抑えれたことが、 G7 を抑えれたことが、そのウクレレを赤ちゃんを抱えるように抱えるとかってなったら愛おしくなってきますよ、だんだんウクレレが。やっぱり先生に教えてもらうと、あの上達の具合が全然違うと思います。すごい楽しい時間でした。ありがとうございます。2時間ほどの体験でさまざまな曲を奏でた参加者たち、楽器を演奏するのが難しそうなイメージから、より身近なものになったそうです。